あの人の現在。宝生舞、現在乳がんで病気。ドラマ銀狼怪奇ファイルやショムニなどで1990年代にかなりの人気を誇った女優宝生舞さん。かつては様々なドラマや映画に出演する売れっ子女優でしたが、2010年に引退宣言をして一般人となりました。引退後は完全にメディアに出ることはなくなり、どのような生活を送っているのかほとんどわからない状況でしたが、実は現在乳がんで病気と闘っているという噂があります。乳がんという噂は本当なのでしょうか。もともと精神疾患を噂されている宝生舞さんですが、実は乳がんであるという噂があります。ネットで検索をすると関連ワードで宝生舞乳がんと出てきます。果たして本当に乳がんなのでしょうか。調べてみたところ、拒食症やうつ病などの精神疾患の情報は出てきましたが、乳がんということはどこにも出ておりませんでした。憶測の域は超えませんが、この噂は昨年亡くなった小林真央さんとの関係があるようです。2017年にかつての人気ドラマ僕らの勇気未来都市の撮影現場に差し入れを持って登場したことが話題になり、再び宝生舞さんが注目されるようになりました。ドラマの撮影現場に出向いた直前、フリーアナウンサーであった小林真央さんが34歳という若さで乳がんで亡くなり、ちょうどそのニュースが大きく報道されていた時期でした。もともと精神疾患などの病気の噂があった宝生舞さんが同時期に注目を浴びたため、どうやら宝生舞さんが乳がんであるという噂が出てしまったようです。本人からこれを否定するコメントなどがあるわけではありませんが、ドラマの撮影現場にわざわざ出向いているぐらいですから、宝生舞さんが乳がんであるということはまずありえないかなと思います。一般人となってしまったがゆえに、ありもしない噂が独り歩きしてしまったようですね。かつてはその美貌とインパクトのある演技で大人気女優であった宝生舞さん。2010年に芸能界を引退してからは完全に一般人として生活しており、今後復帰の予定も特にないようです。2007年に結婚をされて、特に離婚などの噂もないようですので、現在も順風満帆な結婚生活を続けられているようです。今後もご家族で幸せな生活を送っていってほしいですね。